今日はお世話になります。よろしくお願いします。シャス一条谷先生、わざわざお越しいただき。ああ、いやいや、今日はもんでやってくれや。こちらこそ。あの、水道ありますか？コンタクトに変えてこなかったんで。え、ああ、更衣室のマニュアルで使えや。あざす。はい、島、一人で先行くなや。急がんでも試合は逃げんちゅよ。その学校でうるさくすんなって。4-3で張ってもたけど、4-0に下げるか？いや、構わん。うちもいつも4-3でやってるし。へえ。そりゃうちは4-3の公式戦出たことないけどな。そっちは何度も全国経験してるんやな。初めて4-3で試合できる。ありがたいわ。絶好調。はじま、もう一本。もう終わりだ、片付けるぞ。あとさ、7番、目引かれるな。2年くらい前の俺を見てるみたいや。8番に操られてるだけやろ。8番が崩れた瞬間、チームとして機能せんくなるぞ。1年にそんだけ預けるってどうな。オチ、お春高のセンターコート行きたいか？お春高のセンターコート行きたいか？なあスバル、なんでそんなにその言葉にこだわるんや。いいから言い続けろ。俺が本当にお前を春高のセンターコートのマネージャーにするまで。ほやで、なんで？俺のお守りやと思って言ってくれ。お守りって？いいえ、三つ臣。いえ、行きたいに決まってるやろ。絶対俺を春高のセンターコートのマネージャーにしろや。センターコートのベンチでお前らを応援するのが俺の夢なんやで。よっしゃ、ほんならちょっと出る杭叩き潰してくるわ。福井にいるもう一人の天才をな。全くの互角。スバルが前衛に来る三ローテでブレイクしたいとこやな。はい。お、ブレイクされた。吸い込み、こ
これで23連続サイドアウト。マジかよ。今のでいい。焦らんと打ち切ってけ。スバルはこれで何本目や。11本打って9点目です。公平の調子が上がりません。あいつはメンタルに左右されすぎる。どっかで上げてやらんと。ワンチ、チャンスボール。ハイジマ、噂以上の逸材やな。うちはスバルに集めすぎやないんですか。けど本人がまだ打つ気満々やぞ。持ってこい。待って相手のリズムに引きずられんためにも今はスバルに集めさすのがいいよ。けどスバルに負担かかりすぎじゃん。そこを絶対に何とかしてくれるで。あいつは不幸のエースなんや。織田とカンヌはバックアタックを持ってる。灰島はどこを使ってくる。強打の杖。やられて。この武器があったか。両利きゆえの左からの強打、厄介ですね。レフト持ってこい。スバル頼む。さあし、ここでブレイクや。さあ次はどれが来る。よし、抜け出した。しゃー、スバル、スバル先輩、スバル、さすがスバル先輩、すげー。いいぞスバル。なるほど、あれが悪魔のバズーカ。バッチ、ガタゴワッキー、よっ、打ち切れ、公平。ったく無茶すんなって。俺の出番は今日はしまいや。あとは公平に任す。監督とも話してあるし。なあ、さっきのセット、あそこまで張り切らんでも。守るもんがある。副砲の主将で、エースで、県の MVP で。俺に期待してる人たちみんなを全国のセンターコートに連れてかなあかん。センターコートまで届かんかった先輩たち。チームの連中、そいつらの家族、それとお前と監督と、俺には守らんとあかんもんがアホかってぐらいある。お前背負いすぎや。その期待と責任が俺に力を与えてくれる。新参者のあいつらには絶対に手に入らん。どれかエネルギー源を俺だけが持ってるんや。だから俺は誰にも負けんのや。公平、そうの朝を思い知らせてやれ。思いっきりかましてこい。はい、しゃー、うらうら、いやいや、気合い。あいつはすぐへこむでめんどくせえけど、あげる方法もわかりやすいで助かるわ。本当に、お前ってやつは。釣られんな、レフト2枚。よし、よしよし。ありがとうございました。お互い3セットずつ、今日は引き分けやな。引き分けにさせてもらったんやと思ってる。まだまだ課題が多いわ。課題ね。次は決勝で相手してくれ。余裕は決勝まで上がってくる前提か。もちろんや。ほんなら
首洗って待ってるわ。8番またね。可愛げのないやつやな。名前なんて言った？灰島。灰島君近や。三村昴。あと5日で春高の県予選。本戦の1月まで小田先輩と青木先輩を引退させてやれんな。のんきだな。副砲と戦うときお前が三村昴とマッチアップするんだぞ。それはまあすげえ人やったけど、なんかこう絶対勝てんってほどの絶望的な差は感じんかったけどな。絶望的な差は感じなかった。ほやな、もっと上手なってから言えって話やな。ああ、もっと上手くなって追いつけよ。11月までに追いつけよ。まずは週末の一次予選突破やぞ。チス、副砲とやる前に参照せなあかんのやぞ。はい、わかってます。ありがとな、黒羽。はい。1月まで俺をまだ首相でいさせてくれ。聞いてたんならもっと早く声かけてくださいよ、小田さん。チス。どうした？副砲戦、小田さんに外れてもらいたいです。灰島、お前今なんて。だから副砲戦、小田さんに外れて。それって小田先輩の代わりに俺が出るってことけ？副砲との練習試合、向こうは小田さんの上を狙って打ってきました。次やるときはもっと確実に狙われます。全国レベルの高さが揃ってる副砲相手に小田さんを前に置くのはきついです。それをなんとかするのがお前の仕事やないんか。攻撃はいくらでもやりようがありますけど、ブロックの物理的な低さは俺にはどうにもできないです。ちょっと待ってくれ。だからって小田先輩抜けて攻撃力落ちたら本末転倒やろ。攻撃力は俺がカバーします。内村さん、試合出られるチャンスが鼻先にぶら下がってるのになんで掴まないんですか？1年にスタメン譲ってよく平気でベンチ温めてられますね。やれる限りのこと何でもやってスタメン奪い返すくらいの気がありますか？あるんだったら俺もやれる限りのことはします。小田さんは前俺に言いましたよね。一日でも一秒でも長くバレーをしてたいって。そのために俺の力を借りたいって。それは自分がコートに入ってなくてもチームとしてってことですか？それとも自分の枠が保証された前提で言ったんですか？あの、内村と黒羽を入れ替えたパターンは想定してるけど、内村と小田先輩を入れ替えたんはあんまりやってないですよね。今はできることの完成度高めるべきやと思いますけど。俺は副砲戦のことを言ってます。決勝までは2ヶ月あるから間に合います。だったらこれは今言わんでもいいことだったんやないか、灰島。5日後に予選控えて今みんなを混乱さす必要はなかったやろ。小田先輩を外すっていうのは物理的な戦力の問題だけやなくて精神的な柱を外すってことやと思うんやけど。でも予選でも試した方がいいです。おお、どうした？練習せんのか？ああ、はい、すみません。みんな、この件は俺と先生で話し合う。灰島の意見もようわかるで考慮する。内村の考えも聞くで後で来てくれ。青木もそれでいいな。お前が首相や。灰島、さっきの答え保留にさせてくれ。ちゃんと答える言葉が今すぐは見つからん。俺自身も納得いくようにちゃんと答えたいで。時間割り込んでまた急いでネット張るぞ。灰島、お前。俺、別に。言い方ってもんがあるやろうが、このアホ。あの内村先輩、どうした黒羽？そのん
内村先輩、さっきの話ってどうなったんですか？やっぱ却下ってことなんすかね。やっぱりそれを聞きに来たんか。いえ、ただ灰島が言ったようにやれる限りのことをやってみる気は内村先輩にはないのかなと。テレビのドキュメンタリーで天才プレイヤーが自分ができるんやで、努力次第で誰だってできるなんてこと余裕よな。できるかっちゅうんじゃ、謙遜して言ってんのかもしれんけど、それは天才のおごりや。限界まで自分を絞り出せるのがそもそも特別な才能なんや。それがわからんと誰でも努力できると思って高い要求するで、灰島は面倒くさがられるんじゃ。神妙に聞いてるけどな、お前にだってわからんわ。お前まだやればやっただけ伸びる感覚やろ。ほやで俺にやれる限りのことやってみる気はないのかなんて、ずうずうしいこと言いに来れたんやろしな。そんなことあるやろがアホ。まあお前はメンタルに関しては凡人やで、話しやすくていいけどな。灰島には一生わからんくてもしゃあないけど、お前の方はちょっと頭に入れとけや。小田先輩の保護なくなったら、あいつをフォローすんのはお前しかえんのやでな。あいつあの感じのまんまやとよそ行ったら潰されんぞ。俺だって一生あいつのフォローする気はないですって。ふーん、オーケー。言っとくけど誰も努力せんとは言ってへんぞ。みんなの前でああまで言われたらさすがに意地にもなるわ。それに俺だって小田先輩と同じで、お前ら二人は可愛いんやぞ。有望すぎる一年潰すような真似はせん。お、灰島どうした、そんなに慌てて。どうしたんよ。なんか家から電話だって。ばあちゃんが怪我？入院って具合は？2、3日で退院できる。そう。え、なんで？俺もそっち行くって。え、クロバ？ん？分かった、そうする。うん、じゃあ。灰島、俺がなんて？お前ん家に帰れって、今日。は？日曜まで黒羽先生の屋敷に泊まらせてもらいなさい。大事な大会があるんやろ。これはの、君信君に頼まれてることなんや。親父が何か言ったの？お前のことをよく頼むっちゅうて、じいちゃんとばあちゃんに頭下げてったんや。君信君は後悔していた。中学であんなことが起きる前にお前が抱えている問題にどうして気づけんかったんかと。お、クロバ、いいか。なんや、なんか話あるんけ。そのさっき電話でじいちゃんが中学のこと親父が後悔してたっていうのか。なんかお前もしかして俺に相談事に来たんけ。もういい。お、あ、すまんすまん。中学のことって相談時のことやろ。ソータたちに言ったこと俺は間違ってたとは思ってない。それを親父が後悔してたっていうのか。なんか間違ったことしてんのに親父さんが後悔してるのが不満なんけ。俺は誰でもわかるはずの評価して勝つための一番いい方法を言ったんだし、だってそれが小田さんに春高のコートに立ってもらう最善の選択肢なんだし。あのな、そんくらいはみんなわかってるんや。バレーに関するお前の評価は誰より信用できる。小田先輩ももちろんわかってたと思う。でも本気で行くんだろ春高。もしそうじゃないなら俺はチームにいられない。お前チームの欠点が分かってるのに指摘して修正しようとしない方が変だろ。俺は間違ってないのに。でもなんでさっきから後悔なのか分かんないけど、親父の後悔と違うのか
同じなのかっていうのも。おなんだよ、聞いてねえのかよ。ほっとお前はもう、あいやっちゅうんじゃ。何がだよ、もう何話に来たか分かんなくなってきた。ほや、三村スバルや。何が。ほやで、三村スバルやって。ああいう風になれってこと、俺に。そうでなくて、だいたい三村スバルはスパイカーで、お前はセッターやろ。スパイカーは俺やしな。ほやで、俺ら二人合わせたらちょうどいいんでないんか。俺とお前二人合わせて三村スバルみたいになればいい。まああっちは二個上やし、そこはハンデっちゅうことで二人がかりにしてもらって。お前な、俺に頼らないで一人で三村スバルに追いつけよ。追いついて追い越せよ。しなと要求レベル上げんなや。だいたいなんで俺の話が途中から俺とお前の話になってんだよバカ。東京門のバカはひって感じ悪いの。春高予選のスタメンはこれでいいんやな、小田。はい、よろしくお願いします。